三宅県退場発表の直前に彼女のことを見ろ。平野紫耀へのお説教に金プリファンが猛反論。ジャニーズが仕組んだとんでも陰謀論が浮上中。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 5月2日をもってジャニーズ事務所を退除すると発表された元 V6 の三宅健は公式サイトで、ジャニーズであることアイドルであることをずっと誇りに思ってやってきました。年齢を重ねこれまでの経験を胸に、新しい自分と出会いたいと思うようになり、一から様々なことに挑戦していく次のステージへ向かうため、このような決断に至りました。 と、退場理由を明かしており、SNS 上にはファンからの感謝の言葉とエールが飛び交っているが、一部のキング・フンスファンイコール・ティアラのジャニーズ事務所批判は、この一件を機に、ますます加熱しているようだ。ファンが抱く三宅への信頼。三宅は1993年にジャニーズ事務所に入所。 ディレクションの写真が5ジャニー北川氏の目に留まり、オーディションを経ずにジャニーズ入りが決まったという超エリートで、1995年には V6 のメンバーとして CD デビューを果たした。その後の活躍は誰しもが知るところですが最近は40代とは思えぬエイジレスなルックスが話題となり、三宅さんの美容へのこだわりがメディアでたびたびクローズアップされるように、 彼はジャニーズの中でもアイドルとしての自負心が強いタレント。美しいルックスを保つための努力を欠かさない姿にファンは感銘を受けていました。スポーツ上記者。実際、三宅は自身のツイッターのプロフィールで43歳職業アイドルと名言。 2021年に V6 が解散した後もミニアルバム NEWWW をリリースし全国ツアーを行うなど精力的にアイドル活動を行ってきた。三宅さんは V6 解散後すぐさま個人ファンクラブとインスタグラムアカウントを開設。ファンを喜ばせたいという気持ちが人一,一倍強いアイドルという印象が強い人物です。 そんな三宅さんの突然の退場発表にファンは一様に驚きつつも彼への信頼は揺るがなかった様子。SNS には30年もの間ジャニーズアイドルを続けてくれたことへの感謝や次のステージでの活躍を期待する声が溢れています。どうまえ。しかし三宅の退場発表になぜか一部のティアラが大騒ぎしているという。 三宅は2月12日放送のドーナツトーク CBC テレビにゲスト出演した際、平野にお説教を行ったことで一部のティアラを騒然とさせていたというが、三宅さんは同番組で視聴者の悩み相談に乗るコーナーに参加。そこに登場したのが知っているアイドルがライブ中に目の前を通った時に目があってもファンサービスをしてくれない。 と悩む平野ファンの一般女性で、アイドルは自分の好みの子にファンサービスをする率が高いのかと気になっている様子でした。三宅さんは、平野見ろよちゃんと、彼女のことを、とお説教をかました後、でも確かに俺も若い頃、自分の好みの可愛い子ばっか見てた、と告白。平野がそうかは知らない。 よっと立って吐いたものの一部ティアラは平野さんが好みのファンをひいきしていると取られかねないことを危惧し彼が容姿や年齢に関係なくファンさしていることを思うアピール三宅さんに対し平野さんのイメージを下げるようなことを言わないでほしいと抗議するものも見られましたウェブメディア編集者ティアラへの苦言が次々とこうして一部ティアラの反感を買ってしまった三宅 しかし、三宅の退場が発表されるや否や、番組でのファンサに関する質問は、退場の決まっている三宅さんと平野さんのイメージを下げるため、あえて事務所が仕組んだものという説が、一部ティアラの間で喧伝されるようになった、どう前、という。一部のティアラはジャニー氏から目をかけられていた三宅さんを藤島ジュリー恵子副社長が礼遇し追い出した。 という風うに見ているようで、今回の退場を事務所叩きの燃料にしている格好です。三宅さんのファンは静かに送り出そうというスタンスの人が圧倒的多数だけに、一部ティアラの暴走には困惑しているのではないでしょうか。どうまえ。実際 SNS を見てみると、三宅くんの退場話を自分たちの都合よく解釈して利用する、な。 ティアラさんは黙ってよう、ね。何でも繋げるの早めよう、ね。三宅くんの件でまた暴走ティアラが生き生きと活動してる。三宅さんとキンプリは関係ないからすり寄ってくんな。など、一部ティアラに対するジャニーズファンからの苦言が多数見受けられる。セクシーゾーンへの元メンバーマリウス洋さんが、 昨年12月31日から翌1月1日にかけて東京ドームで開催された年越しライブジャニーズカウントダウン2022-2023をもってジャニーズ事務所から退除し芸能界を引退一部ティアラはその際事務所のタレントから盛大に送り出してもらったマリウスさんに比べ平野さんらの扱いが存在だったと事務所に怒りの声を上げ セクシーゾーンファンから疎まれていたんです。このように一部のティアラは他のグループやタレントを巻き込み、事務所への抗議を活発化させている状況だけに、ジャニーズファンに白い目で見られているのは当然ではないでしょうか。どうまえ。一部ティアラの暴走は気になるところだが、三宅のジャニーズアイドルとしてのラスト2ヶ月間が平穏なものになることを祈りたい。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。